ファーンボロー国際航空ショーは、イングランド南部のハンプシャー州、ファーンボロー空港で2年に一度、偶数年の7月に開催されています。2024年は、7月22日から26日までの日程です。次期戦闘機の3カ国共同開発に参画しているイギリスの BAE システムズが、ここの自社のブースに、次期戦闘機の新しいコンセプトモデルを展示しているようですよ。今回は、この BAE システムズが公開した、日本、イギリス、イタリア共同開発が進む次期戦闘機のコンセプトモデルについて見ていきましょう。航空自衛隊では、戦闘機は3機種を運用する方針です。現在は、アメリカのロッキード・マーティンが製造している第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニングに A、B と、マクドネル・ダグラス製の第 4.5 世代戦闘機 F-15J、DJ、三菱重工業製の第4世代の F-2 戦闘機を運用していますが、F-2 戦闘機は2035年から退役開始予定なので、その後継機種を、次期戦闘機として、国内企業による開発・製造を目指し、2035年から収益させる計画だったそうです。ちなみに、F-15J は、パイロットが、1人の短座型、F-15DJ は、2人乗りの副座型です。F-35 の A タイプは、通常離着陸型で、スガ、B タイプは、垂直、短距離離着陸機型、ストブルで、現在、海地が軽空母として改修を進めている出雲、片護衛艦の改修完了後に艦載機として運用されることになる予定になっています。この次期戦闘機に関する技術研究が実際に動き出したのは10年以上前になります。2010年8月、防衛省が将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンを公表し、その中で将来戦闘機のコンセプトモデルとして I-3 ファイターを提唱したのです。I-3 ファイターのコンセプトとして挙げられたのは以下です。20年後の2030年頃までに実現させるものとして、クラウドシューティング、次世代ハイパワーレーダー、敵を凌駕するステルス性能、次世代ハイパワースリムエンジン、電子戦に、強いフライバイライトが挙げられました。30から40年後の2040年から2050年頃に実現させるものとしては、将来アセットとのクラウド、ライトスピードウェポンが挙げられ、これらの開発のための技術研究が進められました。また、この時点では、後継機種は開発コストがかかりすぎるという理由で、海外からの購入を検討すべきとの声がありました。さらに、契約金額が数兆円単位になるので、海外からの注目度も高く、2018年7月時点では、ロッキード・マーティンが、第5世代ステルス戦闘機で、世界最強の星空戦闘機と呼ばれている F-2 にラプターに F-35 ライトニング2のアビオニクスを搭載した機体を提案しました。その他に、ボーイングが F-15 をベースとして F-15J、DJ より性能が向上された機体を提案。イギリスの BAE システムズはユーロファイタータイフーンをベースとした機体を提案するなど激しい売り込み合戦が展開されました。この中でも、特にロッキード・マーティン案が本命ではないかという見方が多かったようです。2018年12月18日、第4次安倍内閣の閣議で、新たな防衛計画の対抗と中期防衛力整備計画が決定されました。その中期防において、将来戦闘機については、F-2 戦闘機の退役時期までに、将来のネットワーク化した戦闘の中核となることが可能な戦闘機を取得するとした上で、そのために必要な研究を推進するとともに、国際協力を視野に、我が国主導の開発に早期に着手すると明記し、国際協力も視野に置きながら、日本主導での戦闘機開発に着手すると決定したのです。海外の既存機を購入する案は、国内防衛産業の技術蓄積というメリットがなく、価格のコストダウンが期待できないとの理由で、次期、戦闘機は、国内企業の主導による開発を進めるという方針を示したことになります。そして、2020年10月、当時の岸防衛大臣は、三菱重工業を開発主体に選定し、正式に契約を結んだことを発表。その他に、三菱電機、IHI、川崎重工業、
スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社が参画して、次期戦闘機の開発が本格的に開始となったわけです。とはいえ、日本の防衛産業界は、これまで戦闘機を独自に開発した経験はありません。国産戦闘機とされ、平成のゼロ戦とまで呼ばれていた F2 戦闘機でさえ、ロッキード・マーティンの F-16 ファイティング・ファルコンの派生型でしかないと評価されるほどで、高性能な次世代戦闘機の開発には、海外企業による協力は必要不可欠だったのです。2020年末までに、海外の協力企業を選定するものとし、アメリカのロッキード・マーティンとボーイング、イギリスの BAE システムズの3社に絞り込まれました。2020年12月、防衛省は、支援海外企業として、ロッキード・マーティンを選定する方向性で調整に入ったことが明らかになったのです。しかし、2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの各政府は、グローバル戦闘航空プログラム GCAP というプロジェクトの立ち上げを発表。日本が独自に進めてきた次期戦闘機開発計画と、イギリスとイタリア、スウェーデンも三角間で進行中だった次世代戦闘機 BAE システムズテンペスト開発計画を統合し、共通の第6世代戦闘機を共同開発して、それぞれに配備すると発表しました。2023年12月14日には、東京で前述の3カ国防衛省会合が開催され、席上で木原防衛大臣はイギリスのグラント・シャップス国防大臣、イタリアのグイード・クロセット国防大臣と共に、グローバル戦闘機プログラム GCAP の管理を目的とする国際機関として、グローバル戦闘航空プログラム政府間機関 JIGO を設立するための条約として、GCAP の設立に関する条約に署名、条約が締結されたことで、次期戦闘機の3カ国共同開発が動き出したということになりました。今回のファーンボロー国際航空ショーで BAE システムズが公開したフルスケールのコンセプトモデルについて説明します。これまで三菱重工業が発表した次期戦闘機のコンセプトモデルや BAE システムズがテンペストとして発表したコンセプトモデルと比べると主翼が大きく変化しています。三角形のデルタ翼になったので幅が広がり、より進化したデザインになっているようです。海外メディアの見方によると、次期戦闘機は、戦闘機同士の空中戦、ドッグファイトが将来的には起こらなくなるとして、空中戦で重視される機動性より、翼内の燃料タンクを大型化させて、航続距離を稼ぐ方針に転換されたということです。また、空気抵抗をより低減するデザインになり、主翼の広がりで揚力が増えることで、ミサイルなどのペイロードの増強を図ったのではないかとも報じているようです。日本では、次期戦闘機は F2 戦闘機の後継ですが、イギリスにとってはユーロファイタータイフーンの後継で、どちらも空中戦能力のみならず、対地攻撃能力が重視されているので、ペイロードの増加は重要ポイントです。BAE システムズでは、ファーンボロー国際航空ショーの前に、2024年7月、東京で開催された説明会で、まだ設計の最中であり、このコンセプトモデルが最終的な形状ではないが、現在考えている要素をある程度反映した形になっていると述べているので、翼の後ろ部分をデルタ翼にした変更したことも、設計の進展を反映したものとみられ、今回のフルスケール模型の公開によって、今後の GCAP の機体の姿が垣間見られたという声が上がっているそうです。しかし、7月4日に実施されたイギリス議会の下院総選挙では、政権与党も離党が大敗し、労働党政権に変わるので、国防政策が見直される可能性があり、開発費が見通せない GCAP から離脱するのではないかという推理も出ていたようです。とはいえ、ファーンボロー国際航空ショーに姿を見せた労働党のスターマー新首相は、この GCAP で、我々は大きな進歩を遂げていると述べ、開発の重要性を強調しましたから、新政権でも GCAP が継続されるという見方が広がっているらしいです。新しい戦闘機は、従来のデザインから一新されたデルタ翼を採用し、翼内燃料タンクの大型化により、航続距離の向上が期待されています。また、空中戦よりも、
ペイロードと対地攻撃能力が重視される設計となっているため、未来の戦闘シナリオに適応する能力が強化されています。この次期戦闘機プロジェクト、通称 GCAP、グローバル戦闘航空プログラムは、日本が主導する形で、国際協力を含む開発が推進されており、将来の戦闘機市場に大きな影響を与える可能性があります。しかし、最近のイギリス政府の交代による国防政策の見直し可能性が浮上しており、プロジェクトの未来には不透明感が残る状況です。それでも、ファーンボロー航空省での発表は、GCAP が引き続き進行中であることと、これが世界の防衛技術における重要なステップであることを示しています。